2020年9月2日雨の南阿波山ライン南町入り口から第4展望台までのお昼の動画です。なおこの動画は3倍速動画です。スタート地点の南町側入り口から説明する箇所がほとんどないです。第1から順番に第4展望まで向かいます。昼間ですが雨の日ですのでやや暗いです。等速動画でも邪魔やのに3倍速になるとワイパーほんま邪魔やん。なんか飛蚊症みたいでイライラしますね。いや、若い子飛蚊症にならへんで自分から年齢ばらしてどないするんや。最近阿南市では猿が出没して噛まれたり農作物食べられたりしてるんだけど、この辺どうなのかな。雨降ってなければ普通に猿いっぱいおるよな。道路の真ん中でよく見かけるわ。第1展望のソフトクリームもう食えんのやろか。縦ゴールや3倍速やと短かったな。まさに手抜きですよね。太刀魚釣りが忙しいからって。いやほんまこの時だけは大忙しなんやわ。雪の剣山スーパー林道でも走ってきてくださいね。無茶ぶりや。ほなまた。